メガネカスベは、ガンギエイモクに属するエイの一種。マカスベと呼ばれることもある。あるいは単に、カスベ、カスペとも呼ばれる。沿岸海域に生息し、日本や韓国、中国沿岸などの北西太平洋に生息する。最大で台湾の幅が1.12メートルにまで達し、幅広の胸びれが、ひし形となり、フンは長い。フンの上下にのみとげがあること、 両胸びれに暗い炎上の反転が見られることなどが特徴である。エビや頭足類、甲骨魚、カニなどを捕食する肉食魚である。卵性であり、メスはほとんど一年中卵殻に包まれた卵を産む。一つの卵殻からは複数の子が生まれ。これはガンギエイの中でも同族のアールベナキアレイタと本種にのみ見られる特徴である。 韓国と日本においては食用に価値がある。漁獲量は生息域全域において多く、個体数は1980年代から比べるとかなり減っている。そのため IUCN は本種の保全状態評価を絶滅危惧種としている。ガンギエイ木、ガンギエイ科のメガネカスベ属に属する。本種は1932年に魚類学者のリュウファ・ハスウェインによって初記載された。 現在ではその時のタイプ標本は失われている。系統学的研究によって、本種は北、太平洋に生息する同族ご種とともに、現在のメガネカスベ族とは、独立した族に分類するべきであることが示されているが、新たな俗名はまだ付けられていない。メガネカスベは、北西太平洋の温帯域、具体的には、オホーツク海から、日本海、航海、渤海、 そして東、シナ海の台湾以北で見られる。1980年代の記録によれば、韓国の黒山島や、加滅群の島々、そして日本の北海道では、非常に個体数が多かったようである。本州はそこ生成で、普通沿岸部の浅い海域で生活する。オホーツク海では、水深後の30メートルから、航海では、水深後の15メートルから発見されている。 ただし、最も深くて、水深120メートルの地点からも記録がある。日本においても、オホーツク海から東、シナ海まで広く見られ、特に水深50から100メートルほどの砂底海底によく生息する。最大で台湾幅1.12メートルに達した記録がある。胸びれは、ひし形で板状になり、先細りしている長い糞まで続いている。 両腹器の後部縁には、くぼみが一箇所ある。尾部には、左右両側に起腹が走り、端近くに二つの、小さな背びれがある。尾ひれは退化し、尾部側面の起腹よりも小さい程度の起腹として見られるのみである。胎盤背面の中央にはよく発達したトゲが一本、ある。オスは、腹器が変化してできた一体の棒状の後尾器を持ち、雌雄の判別は容易である。 噴の肺側と腹側は小さな棘に覆われているが、同族のアールベナキアレイタとは異なり、体の後方部には広がっていない。体色は、上部は褐色で、下部はそれより明るい色となっている。若い個体では体盤に一対体の暗い炎上の反転が見られるが、これは成長に伴って色あせたり、明るさを増したりする。加えて、 成長に伴い体盤上部表面の網目模様がより暗くなっていく。本種は主にエビや、トウソク類、甲骨魚類、カニなどを捕食する。航海での調査では、エビの仲間のエビジャコが他と比べ飛び抜けて重要な捕食対象であったが、他にサルエビやイカナゴも大きな割合を占めていた。尾の両側皮下部には防水上の発電機関が一体ある。それぞれは、 円盤状の細胞から構成されており、弱い電情を作り出している。本種はこの電情をコミュニケーションに用いている、可能性がある。どうかの多種と同様に、本種は乱生である。産卵はほぼ一年中起こるが、4月から6月にかけて、そして11月から12月にかけて、ピークとなり、真夏には行われない。メスは一年に98個から556個の、 卵を産む。卵は普通平らな砂地やデッ池に産み落とされる。北海道の沖ではホタテの養殖に使うカゴの中に産み付けられることがよくある。卵角は長方形で大きさは縦14から18.8センチメートル、横7から9.4センチメートルである。四隅には角状の突起があるほか、長辺はへこんで糸巻き状の外見をなす。 その形状から、日本では、本種の卵殻を、タコの枕とか、カスベのタバコ入れと呼ぶことがある。卵殻には普通複数の肺が入っており、最大で5匹入っていることもある。卵殻の中に普通に複数の肺が入るのは、ガンギエイの中でも、同族のあるベナキアレイタと、本種だけである。卵殻から出てきた子は、全長9.5センチメートルほどである。生成塾には、 オスで体盤幅4 7 3トルほど、メスで体盤幅6 8 5トルほどまで達する。韓国と日本では食用魚として商業的にも非常に重要な種である。韓国ではガンギエイの中でも最もよく消費される種であり、市場でも最も高価な魚の一つである。しばしば結婚を祝う場で食される。 本種を対象にした刺し網量が存在するほか、ヒラメを狙った刺し網量で混獲されることもある。日本では北海道で本種を対象にした漁業が行われ、1ラムあたり5ドル程度で販売されている。中国では特に本種が漁業の対象となることはないが、混獲によって漁獲されることがある。北海道ではメガネカスベを専門に狙った。 カスベ刺し網漁業がルモイ、宗谷地方の日本海側で行われている。ヒレの部分が食用となり、漁獲された後まずこのヒレの部分を切り取り皮を剥いでから出荷される。煮付けや味噌漬け、唐揚げなどで食され、練り製品にも加工されることがある。国際自然保護連合はメガネカスベの保全状態について気球と評価している。 韓国による1991年から1993年までの年間漁獲量の平均は2700トンであったが、2001年から2003年までの平均については220トンにとどまり、10年で個体数が90%減ったことを示唆している。日本の漁師も近年個体数の減少を報告している。ただし、中国の沖の海域では、 メガネカスベに限らず魚類のどの種についても乱獲や生息地の破壊によって個体数が減っている。生息域全体でのメガネカスベの個体数は1980年代から30%以上減ったと推定されており、実際には保全状態評価は1ランク上の絶滅器具とするのが妥当である可能性もある。本種に対する保護や管理の施策は 公的には取られていない。北海道では創業禁止海域と漁機が定められている。ありがとうございます。